まずはマットタウンの皆さんです。はい、登場してくださいました。まずはマットタウンの皆さん登場されました。はい、続きましてラブームの皆さんです。どうぞお願いいたします。可愛らしい赤い衣装でラブームの皆さん登場してくださいました。さあ続いてはミスターミスターの皆さんご登場ください。シックな黒いスーツでミスターミスターの皆さんご登場ですね。さあどうぞこちらのあちょっと黒が来たよ中まで入っていただきましょう。続いてオフです。あちょっと黒が来たよ。オムのお二人もご登場いただきました。でカウンティングしてよ。さあ続いてニューイーストです。さあニューイーストの皆さんもご登場いただいておりますよ。さあ続いては防弾少年団の皆さんお入りください。防弾少年団の皆さん、ちょっと歓声が上がっておりますね。はい、ようこそお越しいただきました。さあ続いては CN ブルーの皆さんです。お入りください。はい、ご登場いただきました CN ブルーの皆さんがご登場いただきまして、はい、最後にユーキスの皆さんです。どうぞお入りください。はい、皆さんにご登場いただきました。拍手の中、全ての今日の出演アーティスト8組が揃いました。さあ少し写真を撮りたいところなんですが、この後フォトセッションがございますので、オフィシャルカメラマン以外のカメラマンの方々は後ほどフォトセッションの際に写真撮影をしていただきたいと思います。さあ、それでは、まず、今日出演してくださるアーティストの皆さんに順番に挨拶と、そして、リーダーの方々に一言ご挨拶をいただきたいと思います。먼저、각팀마다인사를해주시고요인사를하신다음에각팀리더분께서오늘한마디말씀을해주시면좋겠습니다자그럼먼저먼저마드남분부탁드릴게요둘셋웰컴세상안녕하세요웰상입니다네대표에서리더님께서말한말씀부탁드릴게요네저희매드타운은정말열심히할테니까예쁘게보여주시겠습니다감사합니다はい、僕たちマットタウン今日は一生懸命頑張りますので皆さん温かい目で見ていただきたいと思いますということですね。さあ続いてはラブームの皆さんお願いします。ラブームの皆さん、インサーを販売してみたくてるけよ。1、2、バネバルさん、안녕하세요、ラブームだ。さあリーダーも販売してみたくてるけよ。아네저희라붐이일본공연은처음인데요이렇게쇼챔피언 KMF 를통해서큰무대에설수있게돼서너무너무영광이고요오늘너무좋으신선배님들과함께해서너무너무기분이좋습니다무대열심히재밌게잘할테니까오늘즐겁게좋은무대다같이했으면좋겠어요감사합니다아여태까지라붐이와하시면で公演をするわけなんですけども、こんな大きな舞台に立ててすごく光栄に思っています。素晴らしい先輩たちと一緒にステージに立てるというのがとっても嬉しいです。私たちラブーム一生懸命頑張りますので皆さん応援をよろしくお願いいたしますとコメントいただきました。さあ続いてミスターミスターの皆さんお願いいたします。はい、せーの、こんにちは、男の中の男ミスターミスターです。ね、マイクを、はい、ありがとうございます。今日はアレナで公演が初めてですから本当に光栄です。あと KMF がやっぱりチャリティー公演ですからもっともっと嬉しいです。皆さん、今日は僕たちと先輩と
友達チームと一緒に盛り上がっていきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。しっかりと完璧な日本語でご挨拶をいただきました。素晴らしいですね。はい、さあ続いては、あ、大丈夫ですか。マイクをじゃあちょっとオムのお二人に渡していただきました。ではオムのお二人ご挨拶とお願いします。いざしゅ、こんにちは、僕らはオムです。ここはモモが大先輩ですね。皆さん本当にお久しぶりで、皆さんにお会いできて本当に嬉しいです。今日も命を懸けて歌いたいと思います。今日頑張りますので皆さん、たくさんの応援お願いします。ありがとうございます。さすがチョンジさん、貫禄のある、メッセージありがとうございました。さあ続いてニューイーストの、皆さんご挨拶お願いいたします。せーの、ショーテン、ニューイースト、こんにちは、ニューイーストです。チョンジさん、넘겨주실수있어요。マイクちょっと넘겨주실수있어요。チョンジマイクル、네, 일단 이렇게 뜻깊은 공연에 저희 뉴이스가 쓸 수 있게 돼서 너무 기쁘고요. 이제 훌륭하신 우리 선후배님들과 이제 아티스트분 여러분들하고 같이 무대를 할 수 있어 너무 영광이고 오늘 즐거운 무대를 만들었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 舞台に立てるということがとても光栄に思っています。そして素晴らしい先輩後輩たちのアーティストと共にステージに立てるというのはとてもいいことだと思っています。思い切り楽しもうと思っていますのでよろしくお願いいたします、ということでございます。さあ続いては、防弾少年団の皆さんにご挨拶をお願いしたいと思います。じゃあこんにちは、防弾少年団です。あ、皆さん、ボーダー少年団です。あ、僕たちもあこんなにあ素敵なところで公演することができて本当に光栄で、あ、僕たちの名前みたいにあかっこいい姿、そしていいパフォーマンスをお見せします。よろしくお願いします。ありがとうございます。期待できると思いますよ。さあ、続いて CN ブルーの皆さん、お願いいたします。こんにちは、CN ブルーです。はい、ありがとうございます。今年4月にこの横浜アリーナでライブをやったんですけど、また素敵なアーティストさんたちと一緒にライブをやって本当に嬉しいです。今日よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、頑張ってください。よろしくお願いいたします。さあ最後にユーキスの皆さんお願いします。せーの、こんにちは、ユーキスです。はい、まず本当に嬉しいですね。やっぱり韓国の素晴らしい素敵なアーティストと一緒にステージができて本当に嬉しいです。はい、僕たちも大物先輩のような命をかけて命をかけて死ぬほどステージをやりたいと思います。たくさん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ユーキスの命がけのステージ皆さん楽しみにしていただきたいと思っております。さあここからは、私が代表質問をさせていただきます。MC 부터、대표질문을하도록하겠습니다。まずユーキスの皆さんにお伺いしたいと思います。はい、はい、今回ですね、ショーチャンピオンがスペシャル版として日本で、初めてなわけなんですね。日本に初上陸ということになりますけども、ショーチャンピオンを初めてご覧になる日本のファンの皆さんにショーチャンピオンの紹介と今回の公演の一番の注目ポイントを教えていただきたいと思います。ショーチャンピオンが어떤건지소개를좀해주시고요、네、관전관람ポイント를좀소개해주셨으면하는데요。はい、ショーチャンピオンはまず50周年に立てこういうステージができたと思いますが、注目してほしいところはやっぱり素敵なアーティストがいっぱいいて、そういうその素敵なパフォーマンスとかパワフルなパフォーマンスをちゃんとなんか一緒に楽しむのが一番大事だと思います。だから最初から最後まで目をずっと僕たち素敵なアーティストたちに、はい、向かってほしいです。ありがとうございます。最初から最後までずっとしっかり見届けてほしいということですね。ありがとうございました。さあ続いてオムに聞いてみたいと思います。お兄様方大丈夫でしょうか。マイクを先輩に差し上げていただけますでしょうか。さあ本公演はです
ね GFSC のチャリティーキャンペーンを通じてアジアの貧困地域の子どもたちを手助けする、チャリティー公演という意味もあるわけなんですけども、主のお二人は東日本大震災が起きた2011年にも KMF 参加されていまして今回4年ぶりの参加ということになるわけなんですけども、どんな今回はどんなお気持ちなのか聞いてみたいと思います。僕らの声で癒せるのができるならこれが一番じゃないかと思います。あと今日も本当に頑張りたいと思います。ぜひオムの声で癒されていただきたいと思います。頑張ってください。よろしくお願いいたします。さあ続いてそうです、ね、防弾少年団の方々にお伺いしたいと思いますが、今年はですね日韓国交正常化50周年という記念すべき年なんですね。そして K-POP が大好きなのは、まあ、韓国の人はもちろんそして日本の皆さんそして世界中の皆さんも K-POP が大好きというような風潮になっております。防弾少年団の皆さんは世界中で活動をしておりますが韓国日本そして世界の K-POP を愛している皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。リボンコハンドクリックさん世界各国で K-POP を좋아하시는팬들한테메시지를부탁드리겠습니다。네아일본어마다마다ですから한국어로します。네아니요아 네아정말 K-POP 을사랑하시는많은분들또일본에계신많은여러분들께정말 K-POP 은이렇게뭔가에너지를같이주고받는일인것같아요。어느나라에가서도정말이렇게한국어로하던그나라의언어로하던저희의공연이나이런음악에열광해주신분들을보면서이렇게서로서로관객분들도저희에게에너지를주시고저희도관객분들에게뭔가에너지를드릴수있다면그것으로굉장히멋진일인것같다고생각합니다。그래서그에너지를앞으로도많이받아가셨으면좋겠고저희도많이받고싶다고생각하고있습니다。はい、K-POP というのは、日本の皆さんもすごく愛してくださっているんですけども本当にエネルギーが行き交うものだなと思っております。いろいろな国に行って、僕たちが韓国語でやってもその国の言語で、音楽をやっても、すごく皆さんその音楽を楽しんでくれていますしそれぞれ、お互いにエネルギーを行き交わせているんじゃないかなと思っております。そういったものが K-POP だと思っている。 K-POP がそういった部分がかっこいいんじゃないかなと思っていますので、これからもそういった部分を大切にしながら K-POP をやっていきたいと思いますということでございます。ありがとうございました。さあでは最後に CN ブルーに聞いてみたいと思いますよ。さあ毎年、まあ、この KMF は、行われているわけなんですけどもやっぱりあの日本で本格的な、活動を見据えてこのイベントに参加される方々、アーティストが多いわけなんですけどもやはり CN ブルーといいますと日本で大活躍でございます。たくさんの後輩たちが CN ブルーのように日本で活動をしたいと思っていると思うんですけども日本での活動を成功させる秘訣何かアドバイスがありましたら教えていただけますか。僕たちは2009年からインディーズ時代があって武者修行をやったんですけど今までずっとライブで勝負をしたんですね。それでたくさんのファンたちさんが好きじゃないかな。僕たちの魅力がやっぱりバンドだからライブだと思います。じゃあライブで皆さんライブで勝負するということでございます。いい感じでかっこよく決めてくださいましたね。皆さんありがとうございました。